添い寝する関係ソフレ失せろ。はい、どうもキュアチンです。はい、今回ですね、遊戯王デュエルモンスターズ5をやっていきたいと思います。今回はサードステージ最後の砦、彼まだやるというのか、よかろう、相手になってやってもよかろう。なんで2回言ったんだ。暇つぶしにはちょうどいいと。はい、マリックにグー。マリックはね、一回その戦って勝ったんですよね。乱入者みたいな感じで、あの時は相手になってもよかろうというか、そっちが勝手に仕掛けてきたんだけどね。よしよし。まあね、あれからちょっとね、いろいろデッキもね、入れ替えたりとかいろいろねしたんですよ。はい、じゃあ攻撃モンスターが多いっていうので減らした感じにしましたね。はい、じゃあまあここは手堅く普通に攻撃してみます。確かにね、今思ったのメガハンちょっと早くない？ミラーホース、切り札カード出すの早くない？ちょっと今ね、寝起きなので頭がちょっと回らない可能性があるのですが、ご了承のほどよろしくお願いします。本当に寝起きです今。何？お、千年ゴーレム好きだね。マリックとマリックの人形と同じモンスターをこう使ってくると、ジェミナイエルフ ×3、 メカハンター ×3、 レインボーフィッシュ1の、なんだっけ、あと言ってシーザリオン1だったので結構多かったんですよね。じゃあ攻撃しますか、普通に。まあ、マリックはどういう戦法で来るかっていうのはね、乱入の時はどうだったかな、覚えてないな。まあ、あの時よりもね、まあ、かなり僕のデッキも強化されているので、負けることはないのかななんて。おおいいカード使ってくれるじゃないか、マリックさんよ。表、使いましょう。はい、ここは使っとこう。異次元さんで、はい。まあ、2枚捨てなきゃいけないので、1枚に減らしとこうかな。はい。よし。なるほどね。プロ。心変わり使ってもいいんだけど、使っちゃうか？これは。いや。一旦攻撃しますね。はい。デビルゴク。よしよしよし。オッケーオッケー。ターンエンドで。いや、昨日はね、6時間に及ぶ生放送、ありがとうございました。なぜかね、ラストの1時間がアーカイブちょっと切れちゃって、残らないんですよね。YouTube 上の。不具合が発生しております。で、一回生配信やり始めるとね、長くなっちゃうのが僕の悪いところというか、神の運国使えますか。神の運国じゃ、心変わり、いや使っていきましょう。はい、ここら辺は早いことちょっとこうコードに出ます。そして、ちなみにね、そうメカハンター類をちょっと抜いて、シーザリオン抜いたのかな。その代わり黒き森のウィッチを2枚入れましたね。 OK、 ターンエンド。あ、今心変わりと強奪勘違いしてた。あー、そっか、一ターンで戻るんだったね完全に寝ぼけてるわ。だったら光の護符剣しときゃよかったね。まあいいや、まあいいや、気を取り直そう。まあ次のターン使おう。よしよし、まあまあ焦ることはないですわ。マジックジャマーを伏せられたらちょっとね、終わりなんだけど。よし、ドロー。じゃあ3光の護符剣使います。そう、自分のマジックジャマに反応してしまうってね。はい、ターンエンドで。オッケー。あ、神の宣告だった。すいません、すいません。よしよし。ゲーの壁。ジェミナイエルフがめんどくさいから。この辺、あ、そうか。攻撃はできないから、ターンエンド。はい。
はい、来た来た。のの。じゃ、この辺でマジックジャマがないので、相手がないところを見計らってサンダーボルトで。よいしょ。そう、神の宣告が、チェーンで反応してしまう。怖い怖い。ここで黒き森の位置で攻撃しましょう。ゲーの壁でも攻撃と。よし。ああ、怖いな、これ、ほんと。よし、バトルフェーズ。神の戦国がこう、チェーンで、自分にも全部に反応してしまうからさ、恐ろしく怖い。なんか自分のやつにね、反応しないようにしていただきたいんですけれども、よし、マリックに、勝てそうですわ。ターンエンド。どうだ？来い。やっちゃおうか。神の宣告。ライフは半分減りますけれども、サンダーボルトを、はいしょ。モンスターの召喚無効にした方が良かったのかな。まあいいや。よし、じゃあここは、ブラックホール。よし。いい終わり方ができそうです。消えて、黒木森のウィッチの効果で出てきて、まあ、最後ジェミナイさんで。はい。美人モンスタージェミナイさんを手札に入れの、おー、これ、アドバイス通り、黒木森のウィッチ2枚重ねにした、効果があったね。よし、最後はジェミナイさんで、攻撃で。すいません。寝起きなので、カミカミで。よし。ありがとうございます。アドバイス通りに、行きましたね。よ、うい。おー、なんかカプコンのゲームやりたくなってきた。この僕が負けた。究極の敵が、なぜお前に運命が傾いていると。はいはい。いや、今回はね、どうしようかな。じゃあ、まずは、マジックルーラで。悪魔の偵察者。なるほど、デッキ破壊ね。相手はカードを3枚引くと、その中に魔法カードがあれば、墓地に捨てると結構いいんですよね。まあ、資料のいざないとかのコンボも使えたりとか。いやー、悪魔の偵察者。怖いね。うわ、何これ。とりあえず、チョコフォンデュが食べたくなってきた。はい、というわけで今回はサードステージ、マリックと戦ってみたんですけれども、まあまあでしたね。うまくいきました。ではね、いろいろまだ欲しいカードがありますので、マジックルーラーボリューム6と引いていきたいと思います。では、本日のバック開封をご覧ください。はい、大会でバクラに勝ちました。今回はじゃあ、ボリューム6を引いていきたいと思いますと。盗賊が欲しいところだね。神の宣告、これで3枚目かな。よっぽど僕に何か宣告したいんでしょうね。思い当たる節がね、いっぱいあるわ。あとはエアーイーターもらってないかな。周囲の空気を食べてしまい、相手を窒息させるモンスター。究極の KY モンスターですね。ボリューム6。割愛。はい、引き続きボリューム6を引いていきましょう。来い。イニシエウセロ。はい、今日は毎週楽しみな少年ジャンプ来いよ。未来永劫ウセロ。はい、というわけで引き続きボリューム6を引いていきましょう。来いよ。お、あー、グレートモスか。うん、盗賊の七つ道具欲しいけど、まあこれもね。まあでもこれ2枚目か、そういえば。前もらったような気がするな。出すのは至難の技。はい、そんな感じ。お、そうか。あ、V ジャンプ。来いよ。なんかいいカード。おっと、お、来たよ。マジシャンオブブラックカオス。これ持ってなかったと思いますね。カオス黒魔術の儀式を持ってたのかな。まあこれで揃ったって感じですね。はい。お、お、ていうか、ラーム苦心流来てる。これも2枚目だぞ。なんで、神のガードが2枚存在するの？どっちか複製で命取られるでしょ、これ。はい。ではね、ボリューム6ではなくて、今回はマジックルーラーで、引き運が悪いので。おー、違う！いたずら好きな双子悪魔、これはね、相当いいですね。1000ポイント払って、相手の手札をランダムに捨てて、こっちが選んで捨てるんですよ。まあ、ただし、手札の中は見られないんですけれども、応酬より僕はこっち派なので、こっちを、まあ、デッキに入れようかなと思います。嫌がらせガードですね、これは。禁止カード。はい。どんどん禁止デッキになっていくな。はい、バルキリーさんね、僕と手触れになってください。はい、じゃあね、泣きの1回で最後の1回、ボリューム6を引いて終わりにしましょう。盗賊の7つ道具。
千年竜。はい、というわけで今回は以上となりました。マリクはね倒したんですけれども、盗賊の七つ道具が出ないけれども、いたずら好きな双子悪魔はゲットしたので、まあまあのね結果かなと思います。あれはねデッキに入れました。はい、次はねいよいよ第4のステージに進んでいきたいと思いますので、ぜひ見てください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価をしていただけると幸いです。それでは失礼いたします。バイバイからのバイバイ。